はいどうも、審査マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、しんでございます。今日は取って出しということでしたいと思います。内容としては、ソフトバンクがね、回線がちょっと不具合になって、回線障害かなになってしまって、ちょっとね、迷惑がね、みんなにかかったのかなみたいななる感じの話なんですけれども、今現時点で原因はちょっとわからないんですけどもね。で、復旧はどれぐらいになるのかな、ちょっとわからないんですが、まあ私は富士 Wi-Fi、 ソフトバンク回線のね、富士 Wi-Fi を契約しているので、それによってね、まあライブ配信だとか普通に動画視聴とかね、そういうのがちょっとできなくなって困ってはいるんですけれども、これを考えるとね、まあこういう障害が起こるときに、やっぱりね、他のキャリアも契約してた方がいいのかなとやっぱ考えてしまいますよね。贅沢といえばソフトバンク回線、ドコモ回線、au 回線ということでね、3つのキャリアをやってれば、まあ文句ないんだろうな。まあそれで使えなくなるんであればもうしょうがないみたいな、ね、なると思うんですけれども、ただね、やっぱり費用がどうしてもかかっちゃいますからね。なので今後どうしていこうかなというのは考えておりますね。まあ、私としては、まあね、こういうライブ配信だとか動画投稿しているものとしては、やっぱりこのね、回線あって初めて動けるという感じになるので、そういう意味ではやっぱりなんていうかな、こういう電波のありがたさというのを改めて感じているということでございますね。まあね、動画配信さえしなければ別に特に問題はないんですけれどもね、例えば動画を単純に視聴している側としては、その他にもね、やることはたくさんあると思うのでね、配信者としてはなかなか厳しい状況にはなるかなと改めて考えました。で、現時点でまだ復旧してないので、今後どうなるかはちょっとわからないんですけれども、ソフトバンク回線だけでなく au、 ドコモ、どちらも契約したいなというね、まあ贅沢な悩みという感じでしょうかね、ということでございます。皆さんはね、どう考えてますかね、そのね、回線の感じとかですね。はい、以上でございます。もしよろしければグッドボタン、コメントお願いします。チャンネル登録まだの方ね、ぜひよろしくお願いします。ちょっと短めですけれども、以上とさせていただきます。それでは失礼いたします。